塚原駅は神奈川県南足柄市塚原にある伊豆箱根鉄道大小山線の駅である。駅番号は ID09。短式ホーム一面一線を有する地上駅で線路の東側にホームが置かれる。ホームの和田川原の方の階段が出入り口となっており、この階段を降りたところに小さな駅舎が建てられている。駅舎には 自動券売機と乗車票発行機が一台ずつ設置されているほか、トイレがある。無人駅。なお、駅の和田川原方には塚原踏切があり、駅の西側に出ることも可能である。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り、駅の東側を県道74号が走り、西側には刈川が流れている。仮川の対岸には、 南足柄市立岡本中学校、南足柄市立岡本小学校、南足柄市役所岡本市所の他南足柄市立図書館があり、駅側とは県道の橋で結ばれている。その他、駅の付近には塚原郵便局が置かれている。岩原駅と塚原駅は太陽山線の中でも最も駅間距離が短い区間の一つである。日本の私鉄市によると、 岩原地区と塚原地区の住民が自分のところに駅の設置を願って譲らないため、両地点に駅を設置したためと説明されている。県道74号上に塚原バス停が置かれており、以下のバス路線が発着する。ありがとうございます。